こんにちは、日野です。今日は2023年の4月の12日になりますね。ちょっと今日肌寒い感じで、天気も雨ですけれども、何も考えてないところなんですけれども、まあ、ここ2回ほど、昨日、おとついとメールマガジンで、陸自ヘリのことについて触れたんですけれども、あんまりここではね、言わない方がいいのかなと思うんですけれども、本当に不可解な事件ですよね。なんか、事故現場も本当にそこなのかっていうことがありますし、事件が起きた時間、まあ、3時56分かな ?4 月6日の3時56分に、消息が最後 の通信で、それ以後は途絶えたっていうところ、まあ、レーダーからも消えたということなんですけれども、その後、別の情報で、伊良部島の方からこう見ていた人がですね、沖合にこう黒い煙が上がってるのが見えて、水しぶきが上がって、その後黒い煙が上がったと。で、その後に、艦艇とかその自衛隊の人たちがその島の沖合に集まってきたりとか、なんかそういう動きがあったみたいで、それが午後5時ぐらいっていうことなんですよね。だから時間が違うということで、それがもし事件、その墜落の事故であれば、また話が違ってくるとかいうことで、なんか情報が本当に混沌としているというか、二転三転している場所もあちこち3点ぐらいしたみたいですよね。そういったことを見ていくと、まあメディアはですね、本当のことを伝えているのかっていうことがやっぱり見えてくるんですよね。見えてくるというか、本当のことを伝えているのかなっていう疑問が湧いてくる。で、かなり隠蔽されてるんじゃないかなと。まあ言えないことも言えないと。で、自衛隊とかも政府とかも、あるいは国とかも、ある程度はもう把握してるはずですよね、おそらく。で、遺体が全く出てこない。まあ遺体というか、まだ亡くなったかどうかも、不明という現状があって、まあ、そのご家族にとっては本当に何とも言えない、非常にこう心苦しいというか、すごく、心苦しいことになるんだと思うんですけれども、まあ、ともかく、その生存情報も全くわからない状態っていうのもなんか不可解ですよね。もう実際は多分わかっていると思うんですけれども、まあ、こういうことを言うとあれですけれども、本当に生命反応っていうのを見てみると、10名の方はちょっと確率的に厳しいんじゃないかなということを感じます。で、破片が散らばっているところからも、その機体自体もね、見つかってないですし、人ももちろん見つかってないということで、そこが本当に現場なのかっていうことがまずありますよね。まあ、そういったことを見ていくと、いろんな方が指摘してますけれども、日本航空の JAL 123便ですか、その事故がありましたけれども、これとなんかダブってくるっていうのもあるんですよね。で、あの事故も1985年の8月の12日に起こっていますけれども、まあ、僕もあんまり記憶はないというか、見た記憶はなんとなくニュースで見ていた記憶はあるんですけれども、1985年ですから、僕が13歳ぐらいかな、ということは中1か中2ぐらいということになると思うんですけれども、まあその事故もですね、500何名の乗客がいて、結局生き残った人は4名と、奇跡的に助かった人は4名だけだったという事件なんですけれども、まあこれもかなり裏があって、日本政府はですね、真相を公開してないという部分がありますよね。まあ見ていくとね、調べていくといろいろ出てきますので、おそらくご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、かなり真相はですね、おぞましい真相ですよね。ですから、まあ、そういったことを見ていくと、今回の陸自ヘリの事件っていうのも、生存者としてはですね、絶望的な状況ではないかなと個人的には感じています。で、真相もおそらく公開されないと思います。メディアというか国とか政府は
おそらく知っているけれども、公表しない、まあ、公表できないというのか。で、その黒幕っていうのはやはり、うちにあるというか、まあ、日本と同盟国、日本との同盟国というか、そのあたりも関与しているんじゃないかなって思いますよね。まあ、どっちかというと、その場所的にも、中国が、犯人というふうに目されている現状がありますけれども、犯人ではないかと。まあ、でも、まあ、マスコミでも否定はしてますけれども、犯人に匂わせるような、ことをしてますよね。だから疑いを中国に向けるという意図もあるのかもしれないですよね。だからそういったことを見ていくと、まあ、本当の情報って出てこないなというふうに思いますし、今回の事故、あるいは事件、まあ、事件だと思うんですけれども、今回の事件も、いろんな意味で、つながっている、いろんなところにつながってくる話、まあ、事件ではないかなということをね、感じます。まあ、自分なりにちょっと、調べたことを、昨日、ほどついとメルマガではお伝えしたんですけれども、まあ、それが真実ともわからないですし、まあ、真相はわからないですけれども、いずれにしても、マスコミで言われている表面的な事件、ただの事故ではないということは言えるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今回はね、以上になります。ありがとうございます。